あのね、今日はね、前回のマンダラのね、ライブでご出演をくださったミュージシャンの方たちにライブをご用意しておりますので、はい、もう大好評だったライブでもね、はい、ライブでやらなかった今日は、ね、多分曲だと思いますけど、何曲かご紹介したいと思います。はい、トップバッターは、ジプシーバカのひろこちゃんね。君の瞳に恋したい。じゃあ下げます。いいね。こういう曲もやるんだよジプシー。そうそう。みんな本当にね、あのクリスタルで応援する応援したいねミュージシャンたちで、うん、ライブたくさんやってますのでね、あのぜひライブのそう。楽しみますので、あのね、CD ではね楽しめないね、いろんなまたねパフォーマンスがあったりとかね、するんですよ、ね。そのパフォーマンスはね本当にもうね最高。次にかけるね。しょうちゃん。そう今日持ってきてんの。一緒にやるわよ。これなんだ。キャベツアンドバー。こんなの配られるんですよ。そうこれ 何かって言ったらね、プラスチックのケースの中にクリップがいっぱい入ってるんですよ。そうキャベツアンドバードクでキャベツとごぼうっていうね。うんバンド名なんですけどね、はい、これ最高ですのでぜひ皆さんライブに足をお運びください。今日はねちょっとボーカルチェンジしてからね、うん、あのそうそうそう新しい音源がないので、ね以前のキャベツの CD から1曲お届けします、うん、キスがたくさんそういうこと収最高収最高だよねどうぞとみんなで配れるこれが配れるみんな振って踊れって言うの近所の百円ショップだよねこれをちゃんとシールがあってねそうそうこの曲あと1本です、はい、じゃあ次は紹介してねいいや楽しいほんと聞いてるだけちょっとみんなで今度ライブ行こうよ行くこれ持ってねこれ持ってマラカス持ってマラカスって言うんだこれキャベツマラカスキャベツこれねあの現地で配られるみたいですか兄ちゃん持ってますクリスタルにはそうクリスタル用があるからねすごい手作り感満載のねこれ何でも作ってきてもいいでしょきっと買い占めてるらしいね面白かったさあそしてはい今日最後はお届けするのあまた戻ってきたよ私だまた来たすぐくん何するか大体あの把握されちゃってるからさここを出れるよねってそう確かにねまゆちゃんじっくり聴いてもらうね曲はい、はい、紹介しますか、紹介してくださいディバイデッドバイワンで、Your Beautiful World これ祭り声これやってないですね。これが結構編成が多くなって。なるなる。なんだろうこれ。祭りっぽい。で、1分前です。じゃあ、しゅんさんよろしく。イエイエイ、お聞きいただきました。Divided by One で Your Beautiful World。好きなんだこれね。ありがとうございます。クリスタルで結構この曲のファンの人多いんだよね。はいはい。聞いた瞬間にみんな好きっていう歌もね。ね、あの僕とコータは結構あの後びっくりしてました。へえー、いやいつも通り頑張ったけどねみたいな。面白いよねだから反応ってね人の反応って自分が思ってるものと、ね、あの分け隔てなくいつも通り、うん、いつも通り全力で頑張ってだってみんなあのライブでこうやって首をさ永遠に触れるような年代の人たちに向けてやってるわけだからさ普段はね私たちは永遠には触れないから永遠に触れない一瞬間しか瞬間的にしか触れないからテンポがちょっと遅い大体座って見てるからそんなに触れないからそうそう私たち用の椅子が用意するそうなの座ってないとねちゃっかり座ってねそうそうだからもしかしたらさ無意識の中で曲奏が変わっていくかもマジそれって大丈夫なのかないいじゃない不安が増えてねでも結構、まあ、あの昔からあのちょっと僕らより世代上のお兄様お姉様方には割と好かれる感じがありますねあそうあ届くんだみたいなのは僕らでも結構ありますねいやむしろなんか届くよねなんかね、うん、あのウーさんのパパいるじゃない、はい、デザイナーのあのねヨーロッパテイストの感じって言ってね、うん、ちょっと古いタイプ の, あの音のリズムがあってだからハマるんだよねほら、うん、
やった。 UK 大好きなだって世代でも私たち、もうそれこそ秘密にしていましたが、僕あのヨーロッパの帰国子女だったりします。キャッキャッ関係あるかな、だからっていうのがあれなんだけど、いや関係あんのかな。え、ちょっとさやってみて、何あの、え、何ほらほら、あのデシコのかっこいいやつをちょっとやってみて。え、何の話、何の話、ジェンジャントルメンっていうのやってみて。あ、いや僕あの言葉喋れないし惜しい。そっから帰ってきたってだけ、いやもうちっちゃい頃すぎて、はあ、もう今んとこデシコより上手いあれを言う人でいないのよ。エリーさんのクリスタルにはね、もうずば抜けちゃっててさ、もうやーってやってたんですね。それ僕曲の中でやってる部分あるんだけど、ハードルが上がるんでちょっとまた今度にしておきます。じゃあ曲持ってきてもらわないと。そうね、ダストはどいつのデシコ。いや、さっき流れてた気がする。いや、なんか、まあ、はい、またかけようとしてるよ。あ、いいっすよ、流しましょうか。いや、今日の分はおしまい。はい、たっぷり喋らせていただきました。はい、楽しかった。またね、あのライブの時にも皆さん、そうたくさんまた参加してくださると思うので。そうですね、また12月にまた考えてますので、えいえい、はい、よろしくお願いします。気まんま。よろしくどうぞ。だってまだメンバー決まってないけどね。やってるらしい、楽しみにしててくださいね。はい、うん、では情報局終わります。終わります。こちらがちょっとなんか話とっちゃうか。